H1D メトリックスの紹介ということで、つゆさきさんに呼んでいただきました。どうもありがとうございます。私は、東京大学の中田と言いまして、えっと、立体構造の解析とか、ピナムの解析っていうのは、まあ、メインでやっているということです。で、えっと、今日は、まあ、そのハイシーを使った立体構造解析のためのツールである、H1D メトリックスの紹介ということで、えっと、主にツール周りの実際的なところについて紹介したいと。 思います。で、コンテンツなんですが、そういうハイシーを使った立体構造解析っていうのはあんまりご存じない方もいらっしゃると思うので、で最初にハイシーとは何かっていう話と、けども三次元構造はどんなものかっていう話をちょっと概要をお話しします。で、その後に H1D マトリックスがどんな使い方をするものであるかということを紹介します。で、最後に、えっ、ー、と、実用的なそう Python のツールを PyPy っていうこれツール登録すると PyPip で インストールできるようになるんですけど、その PyPy の登録についての、まあ、注意点というか考慮すべき点について簡単にご説明したいと思います。で、ゲノムというのは、えっと、このように核内で規則的に折りたたまれているということが最近の研究で分かってきています。えつまりま、一つ DNA があって、それがコアヒスタンに巻きついて、えー、とヌクレオソームになって、それがプロマチンを構成しているというのが、まあ、ミクロの状態ですけども、大きな方から行きますと、 細胞核内においてですね、染色体がこのように複数の染色体が細胞核内に折りたたまれているわけですけども、この染色体はちゃんと場所が決まっていて、ポジションごとに染色体がいる場所が決まっているということが言われています。これは染色体テリトリーと呼ばれています。で、個々の染色体の中を見ますと、その中にコンパートメントと呼ばれる、コンパートメント A と B と呼ばれる二つの領域に 分けられるということが最近の配信解析で言われています。その中にさらに、えっ、ー、と、タド、我々はタドって呼んでるんですけども、トポロジカルドメインと言われる、こういう相互作用のまとまりのようなものが存在していて、さらにそのタドの中、タド一つは1メガベース程度の大きさなんですけども、その中にさらに一つないし複数の遺伝子が存在していて、個々の遺伝子は、こう、エンハンサープロモーター相互作用に代表されるようなクロマチンループを持っていると。 で、エンハンサーとプロモーター。このクロマチンループというのは具体的なゲノムの2箇所の、えっと、フィジカルの結合のことを意味していますけれども、こういう相互作用があることによって遺伝子発現が活性化するというような構造が言われています。このように、えっと、染色体内部にコンパートメント多動クロマチンループというような階層構造があるということが、まあ、共通認識として最近言われていることです。でもう一つ、えっと、重要な立体構造のポイントっていうのは、えっと、ピゲノムとかとは異なりまして、立体構造を ゲノムの立体構造、核内で常にこう、ふよふよ動いているような状態になってまして、時間、同じ細胞の中でも時間ごとに、えー、と構造、厳密な意味での構造というのはどんどん変わっているということになります。なので、えっ、ー、と、解像度、超解像度顕微鏡でライブイメージングとかをすると、そのゲノムがどういうふうに動いているかっていうのを直接観測することができるわけですけども、まあ、解像度顕微鏡っていうのは、ゲノム全体の構造を一度に見るっていうのは難しいわけなので、 ここでは使えないとで。全ゲノム的に立体構造を見たい場合には、このハイ C、NGS、実際シーケンーを使ったハイ C というものを主に使います。ハイ C は、全ゲノムを、全ゲノムの立体構造を網羅的に観測できるという特徴がありますが、えっと、たくさんの細胞をすりつぶしてみるので、こう、平均的な構造としての立体構造だけが得られます。で時間解像度で割った構造というのは得られないんですけれども、全体的に 階層構造というのがどのような制約を持っているかというような全体的な制約条件と構造を得るということを目的にしています。で、これがそのための配信のやり方ですけれども、えー、とご存知の方も多いと思いますが、ちょっとご説明しますと、まあ、このように2つの、えー、とゲネム配列上で離れている2つのゲネム領域が、主にタンパク質相互作用を介して、このようにくっついていると。フィジカルにくっついているものがあって、そのような領域を取ってくるわけですね。取ってきて、 断片化して、このような、えー、ゲノム領域間のペアができるんですけども、それを、えー、このように繋いでですね、繋いだ上で、まだ切断するんですね。切断した後に、えー、それをペアドエンドでシーケンシングすると,、えー、と、こっち側とこっち側で違うゲノムの領域が得られることになりますので、つまり最初に得られた2つの相互作用している、ゲノム2領域の、えー、リードペアが、それぞれのリードとして得られることになります。 つまり、IC はペアドエンドシーケンス用を使うんですけども、このペア、リードペアをゲノム上にマップすることで、その2つのゲノム領域がどこから来たか、つまりどのゲノム領域が相互作用しているかというのが分かるようになります。マッピングすると、例えば、このようにゲノムを等間隔の瓶に切るわけですけども、瓶の i と瓶の j の間で、リード、ペアのリードが12個マップされたとすると、その間の相互作用が12になると。で、二次元行列でこのようにそう、 表現しますと、縦と横がビンで、えー、と i と j の相互作用が12というのはこのような形で二次元行列として扱うことができます。でここでビンサイズというのが、まあ、解像度、どのぐらい詳細に細かく、えー、と相互作用を見るかということになるんですけれども、まあ、細かく見れば見るほどより詳細なインタラクションが見えるんですけれども、もちろんその瓶サイズに事情に反比例して行列のサイズが大きくなっていきますので、 必要なリード数も増えていくと。なので、まあ、基本的にはハイシーっていうのはそんなに細かい解像度を用いることなくて、ビンサイズ一つは大体細かくても10キロ程度で、で、荒いと100キロとかが、なえっ、ー、と、100キロぐらいのウィンドウサイズでこの行列を作るということになります。このようにして、えっ、ー、と、リードペアを得ることができて、そのカウントされたマトリックスをさらにまあ、ノイズを除去するための正規化っていうのをすると、このような二次元のヒートマップができます。これはおそらく見ること、機会が多いと思うんですけども、 ここで表されているというのは基本的には正規化されたペアエンドマップされ、正規化されたペアエンドリードのマップ数を表していることになります。対学線がゲノムなので、もちろんそのゲノム領域、ゲノム配列上の領域が近いほど相互作用というのは自然と増えますので、対学線上が一番相互作用が強いと。でも場所によっては遠い領域になっても相互作用が強い領域が見られるというような形に なりますでこちらでは、えっと、四角形で表現していますけど、これ上対上対角って上三角と下三角で、えっと、情報が同じですので、このようにその上半分だけを切って三角形で表現することもあります。これ、どっちを使っても情報としては同じで、まあ、著者の好みということになるんですけども、三角形で表現する方が下にエペゲノムとか遺伝子とかの情報をくっつけやすいというのはあります。これが基本的な配信の原理で、観測しているものがこの二次元のヒートマップということになります。 でこの二次元のヒートマップから、えっ、ー、と、それぞれの階層構造をどのようにキャプチャーするかっていう話ですけど、染色体テリトリーは、まあ、染色体間相互作用ということで表されるんですが、今日はそこには、えっ、ー、と、いきませんで。コンパートメント構造、A と B に分かれるっていったものは、先ほどの図でもありましたけども、えー、とこういう近傍えっ、ー、と、インタラクションを見たときに近傍だけでなくて、こう、格子状にですね、 ちょっと遠い領域が、インタラクションがちょっとだけ強くなっているっていうパターンが見えると思います。つまり、えっと、タド間の相互作用は少ないんですけども、遠くのロングレンジでちょっとインタラクションが強くなっている領域っていうのがありまして、これをもとに、えっと、ゲノムをクラスタリングしますと、こう近い領域と近くない領域がこう飛び飛びにできているという構造が見えます。これをコンパートメントと言います。その中のタドっていうのは、いわゆるこういう四角形、ないしは三角形の相互作用が強い領域として、 表されます。タドとタドの間はタド境界と言いまして、まあ、この境界は、えっ、ー、と、細胞が変動してても、えっ、ー、と、実体こそ変動してても境界は変動しないので、これは、えっ、ー、と、配でも一位に定めることができるというものです。で、クロマチンループっていうのは、いわゆるこの二次元マップ上ではこういうドットで表されます、ね。ここがドットが強くなっているとしたら、これは、えっ、ー、と、ゲノム上のここと、ここのインタラクションが強いということなので、この二つの箇所が、えっ、ー、と、フィジカルに相互作用していると。 という形で、クロマチンループを得ることができますでその中でよ特によく使われるのが、配水解析の中でよく使われるのが、この多動と言われる領域で、こういう三角形で見ると、このようにこう三角形状の、特に相互作用が強い領域というのがあります。でこの ゲノム上域のこの内側では非常に強く相互作用しているけれども、隣のタドとは相互作用していないというような立体構造的な区画単位があるということで、これをトポロジカリアソシーティングドメインと呼んでいます。で、簡単にゲノムをタド構造で分割できれば簡単なんですけども、ちょっと、もうちょっと自体は複雑でして、こういう感じでタドの内側にさらにちっちゃいタドがあるというような入れ子状のタドが存在することがあります。これはサブタドとかネステッドタドと呼ばれるんですけども、 まあ、タド構造は簡単にこういう分けられるものだけではなくて、タドではない領域というのも存在しますし、入れ子状になったタドというのも存在しまして、まあ、若干使うツールによって得られるタド構造が変わったりということがあり得ます。で、まあ、この中で、えっと、タドの内側で基本的に相互差が完結するという話なので、先ほど言ったように、エンハザ・プロモーター・インタラクションというのは、基本的にはタドの内側にほぼすぐで存在するだろうと仮定することができます。一部例外はあるんですけども、大部分はそうなっているはずです。 でまた、多、え、度、っと、構造は、えっと、ステムセルの状態では多度構造ないんですけれども、分化に沿って多度構造が出現してくるであるとか、あるいは細胞の複製単位ですね、そう複製の開始点と終了点とも強く相関しているとかも、いろんなことが報告されてまして、多度は機能的におそらく重要であろうということで、よく解析されます。 で、えっ、ー、と、今日はあんまり深くはお話ししないんですけど、多動制御している因子っていうのが、えっ、ー、と、いくつか基地で分かっているものが存在します。特に、このコヒーシンと呼ばれるタンパク複合体と、インシュレーター因子である CTCF っていう2つのタンパクが特に有名で、これは、えっ、ー、と、生物種などにもよるんですが、例えば人とマウスの G1 キーですと、この2つの因子が特に多動制御しているだろうということが分かっています。で、コヒーシンと CTCF を ノックダウン、ノックアウトすると、このタド構造っていうのはみんな消えることが分かっています。この下矢印は消えるっていう意味ですけども、消えます。で、これがコヒーシンローダーで、これがコヒーシンのアンローダーで、コヒーシンはローダーによってゲノム上にロードされて、アンローダーによってゲノムからリリースされるっていうのが分かってるんですけども、だからコヒーシンローダーを潰すと、コヒーシンを潰したのと同じ結果が得られる。ので、やっぱり例えば消えます。で、アンローダーを潰すと、ゲノムからタド、コヘシンがリリースされなくなるので、ゲノム上のコヒイシンの量が増える。 ということで、タドが強化されるという結果になります。エクステンドタドといって、いつもよりも大きいタドが観測されるようになります。一方で、コンパートメントというのは、えっと、コヒーシンによって負に制御されていると言われてまして、コーヒーシンをノックダウンすると、コンパートメント構造が強化されるという結果が起きます。一方で、シンシルレーター CTCF はタドには関与しているんですけど、コンパートメントにはノックダウンしても影響がないので、おそらく CTCF はコンパートメントに関係してないだろうということが、 言われてますこのようにですね、えっと、異なる階層構造によって、えっと、制御している因子がどうも違うらしいと、で制御している方向性も違うので、えっと、これらの階層構造はそれぞれ別個分けて解析する必要があるということになります。はい。で、でえっと、比較する場合ですね、そのような機能的な意味ですね、コヒーシンを潰したらどうなるかとか、CTC を潰したらどうなるか、あるいは 他の新しい因子を見つけて、それが潰したときに立体構造がどう変わるか見たいというときに、ハイ C の比較をすることになります。今日の,のお話は、基本的にはハイ C のサンプル化の比較の話になるんですけども、2サンプル比較したいと。コントロールの細胞とノックダウンした細胞で立体構造が変動しているかをどうかを見るというのが基本ですね人と。ノーマルの細胞とキャンサーとかでもいいですし、文化前と文化後とかでもいいんですけど、とにかく2つのサンプルを比較することによって立体構造の変動を見たい。 ということになるんですが、その時にどうするかということですけど、基本は目視ですね。このように可視化して、並べて、で、どなたか目で見るというのが、まあ、たかが目視ですけど、さらな目視という感じで、やっぱり目で見てみないとどう変わったかっていうのはちょっと判断できないので、必ず配信の論文ではこういうフィギュアが出てきます。で、これは簡単ですね。可視化するだけなんで簡単で、直感的であると。 タド構造が消えましたねって言われたら確かに消えましたということが言えます。ここではコントロールと CTCF ノックダウンの例を示していますけれども、この四角形は、えっと、解析的に得られたタド領域を示していますが、タドじゃない領域っていうのもあるというのがわかると思います。ですが、えっと、視覚的に見るとやっぱり一番強く変動している場所って特にどうしても目が行きますので、細かい変動ですね。ループが消えたとかそういう話はどうしても見えなくなります。もう一つのよくある方法として、相互作用頻度を割り算してログヒトルっていう方法が あります例えば、これが相互作用コントロールで、ね、こっちがノックダウンした後のコントロールで、これをこれで割り算してログにすると、ログがプラス、つまり相互作用が増えた場所が赤で、減った場所が青っていう風にするとこんな風にどこが減ってどこが増えたかっていうのが一目瞭然という形で表すことができます。でこの左のパターンが CTCF のノックダウンで、右がコヒーシーのノックダウンですけど、 ctcf ノックダウンした場合とコーヒーシーンノックダウンした場合で、ああ、確かに変動パターンが同じじゃないですね、というのが、まだ目で見てわかるわけですね。これも可視化の一つですけど、ログ比使うメリットとしては、上では多度が消えたか消えてないかみたいなところに目が行きがちですけど、下はよりロングレンジの領域とか、より細かい領域がどう変わったか、それがどう違うかっていうのが、より直感的にわかりやすくなるという点がメリットとしてあります。微細な変動もキャプチャーできるということですね。一方で、 これはあくまで割り算しているだけですので、超遠距離の総合作用というのは元々の数がものすごく少ないんですね。元々のリード数が1と2とかだったりすると2倍変動したとか言ってもそれはあまり意味がないわけです。で統計の検定とかを使いたいところですけども、サンプル数、エブリケートがそんな廃止は稼げないという話もありますので、まあ、そういう検定も使いづらいということなので、あく,くまでもこれは可視化で目で見てそういう感じなんだろうなって想像するということであって、 あんまり定量的な解析という意味ではないわけですね。そういうふうな、まあ、可視化っていうのは便利ですけども、まあ、限界があるということになります。で、もっとサンプルが多い場合を考えます。サンプルが、例えばいろんな因子をノックダウンした PIC ーデータを網羅的に、全ゲノム的に解析したいと。どういう変動が起きたのかを定量的にキャプチャーしたいというときにどうするかっていうので、全サンプルを並べてもいいんですけど、 やっぱり視覚的な二次ゲノムの比較というのは客観的ではないので、見る人によって、これは変動した、いや、私は変動しないと思うみたいな、こう、水掛け論になってしまう可能性もありますし、再現性もないと。また、えっと、全ゲノムを可視化するっていうのは、公、え、募、っと、とかだとできるんですけど、ヒトゲノムは非常にでかいので、全ゲノムを可視化するっていうのはあんまり現実的じゃないんですね。だから可視化は使えません。もう一つの簡単な方法としては、 タドをコールすると。ループをコールすると。このサンプルでは多動がいくつ見つかって、ループが2000個見つかって、こっちのサンプルでは1000個なんで、1000個減りましたね、みたいな議論はできるんですが、どのぐらい多動がオーバーラップしてるかっていう話もまあありますけど、そういう日比較っていうのは一つ問題があって、多動の数とか得られる、えっ、ー、と、いろんなツールがありますが、ツールで得られる多動の数とかループの数とか、そのサイズっていうのは、えっ、ー、と、マップリード数、そのサンプル自体のマップリード数とか、 デプス数ですね。あとは、使っている解像度に対して、えー、眼検でない。つまり、これらを変えると、得られる量が全く変わります変わりうるわけですね。なので、えっと、サンプル間でリード数が大きく違う場合に、多動やループの数が増えた減ったという議論はあまり意味がなくて、そういう日比較はあまり意味がないので、この2つの方法は使いづらい。どうしようかというのを考えたときに、まあ、1つの簡単なソリューションとして、 この二次元マップを何かしらの方法で一次元の特殊ベクトルに変換すると、エピゲノムとか遺伝子発現と同じように、このように一次元的なベクトルで、ここは増えたとか変動があるとかないとか、そういうのを非常に簡単にサンプル間で比較できるようになるでしょうというのが、そう、えっと、一次元ベクトルのコンセプトになります。ただし、二次元マップがこれ、まあ、ローデータとすると、一次元のベクトルに変換すると、もちろんある程度の情報は喪失しますので、 全ての情報を包含した一次元ベクトルというのは存在しないですね。なので、例えば多動キャプチャーするようなベクトルですとか、コンパートメントをキャプチャーするようなベクトルというような、様々な特徴を別々に抽出するような様々な特徴ベクトル群というのが必要になりますで。それらを網羅的に比較することによって、それぞれのサンプルの中で何が起きているのかっていうのを定量的に評価することができるというのが今日のお題、コンセプトになります。 ちなみにこの例はインシュレーションスコアっていうのを表してまして、上と下の図は同じスコアをえっと違う可視化で表しているだけですけども、インシュレーションスコアはタドの境界領域を捕まえるスコアでして、このようにスコアが下に行くほどタド境界、ただ相互作用が少ないタド境界ポイントに相当するということになります。なので、インシュレーションスコアを計算して、その下がっているポイントをゲノムから抽出してくることで、どこがタド境界か、あるいはそれスコアが上がっているということはタドの境界が失われているっていうのを 意味するので、そういうふうにキャプチャーすることができます。で、作ったのが、えっ、ー、と、HI-C1D-Metrix というツールです。ここでは、えっ、ー、と、このツールはですね、今言ったような一次元ベクトルを既存手法と新規手法、新規のベクトル、まあ、指標、スコアですね、を含めて、様々なスコアを統一的に評価できるツールとして開発しました。ここには、えっ、ー、と、例として8個かな ?9 個。 9種類のスコアを表示してますけど、上の3までそれぞれのスコアがそれぞれ異なるゲダムの特徴、立体構造の特徴を拾うようなスコアになっています。で上の5つは、これは6つですね。6つは既存手法でして、我々が開発したものではないんですけど、これらを全部を統一的に評価できるようなツールというのはそれまで存在してなかったわけですね。で我々のツールではそれを全部捕まえられるので、同じ条件下で評価することができると。 さらに我々独自の新しいスコアというのも作りまして、それによって今まで同定できなかったような特別な立体構造の特徴というのを抽出できるようになったというのがポイントになります。一次元ベクトル化することによって、先ほどから繰り返し述べているように、高速かつ効率的に多サンプル間比較ができるようになりましたということで、えー、と2021年にブリーフィングインバイオエフェニックスに、えー、投稿し、えーと、アクセプトされています。 これは当時博士家庭の学生だったワンさんの仕事になります。でですね、えっと、裏話といいますか、誕生秘話っていうのをちょっとお話ししたいんですけど、今言った話を最初から作るつもりはなかったですね。えっと、ハイシーワンディメトックスってツールを作りましょうっていうんで、プロジェクトが始まったわけじゃなかったです。で最初何があったかといいますと、きっかけは僕がちょっと別プロジェクトでハイシーの解析してたんですけど、そのプロジェクトで、えっと、 面白い変動パターンとてのを見つけたんですね。これ、その、何、それが何かっていうのをこの後ちょっと紹介しますけど、でそのような変動パターンを捕まえるようなスコアないかなって思って、ないので、自分で作ろうと思ったんですねで。新しいスコアを思いついたので、その新しいスコアを思いつきましたよという話と、そのスコアを使ってゲノの解析したら面白い結果出ましたよっていうのを合わせた、まあ、サイドプロジェクト的なちっちゃい論文にするつもりで、 ワンさんにどうって聞いてみたんですね。聞いたら彼が分かりましたって言ってやってくれたんですけど、出てきたのが H1D メティクスで、えっと、いろんなスコアを全部使えるようにしましたっていうふうにして、ちょっとびっくりしたんですけど、彼は、えっと、この上のですね、新規スコアの提案と解析結果だけだったら、多分、こういうツールにはなっていなくて、そのスコアを計算する Python スクリプトをサプリメントに載せるみたいな形で、まあ、リプロデュースブルではなかったと思うんですけど、 彼がこれをツールとして確立したおかげで、まあ、それ以降、いろんな細胞、いろんなサンプルで、それらの計算が全部できるようになって、まあ、ユーティリティ制御してきましたとで。既存手法も使えるので、まあ、使いどころが非常に増えて、すごく使いやすいツールになりました。彼が頑張ったと。私が頑張ったんじゃなくて、彼が頑張りました。で、そういうことですね。そういうことです。ただですね、一つポイントというか、これによって論文がちょっと不思議な構造になりました。というのは、既存の手法がいっぱい、 あるんですけど、その既存の手法を一個一個こんな手法がありますって紹介していくと、論文の前半がですね、レビューになるんですね。前半が既存スコアのレビューで、後半で新規スコアを作りましたみたいな話になって、半分レビュー、半分が新規手法みたいな形になる、ちょっと不思議な論文の構造になりました。で、これどうしようかなって思ったんですけど、最終的にはブリーフィングインファインフォマティクスっていう論文集は結構レビューがいっぱい載ってる ジャーナルで、もともとはレビューばっかりだったと思うんですけど、最近は新規手法も出てくるようになったので、このジャーナルだったら、創設部分も新規スコア部分も両方評価してくれるだろうとまあ想像してですね、そこに合わせて投稿しました。創設としての価値と新規手法の価値も合わせ技ということになります。ここでも新規手法も複数提案しているので、一つ一つのスコアは非常にシンプルで、そこまで新規性ないんですけど、合わせ技ですね。いろんなスコア、 プラス新規スコアもいろんなスコアで出すことで、まあ、アクセプトにたどり着くかなという戦略でしたが最初はリジェクトになりました。なんかあんまり面白くないみたいなことを言われたんですよね。で、やっぱり厳しかったかなと思ってワンさんに違うジャーナルにしようかという話をしたんですけど彼がまた頑張りましてでもう一回投稿したいと。このレビューレビューのコメントは全部返答できるっていうふうに彼が言ってですね。リジェクトだったんですけどもう一ん再投稿 でリジェクトになったけど、えっと、リジェクトじゃなくて、リバイズにしてくれないかっていうメールをエディターに送ったと。全部返答できるんで、リバイズにしてくれってお願いしたら、リバイズにはしないけど、再投稿は許すっていう返事が来ました。その時に、えっと、再投稿する時に、そのリバイズのレ,レビューアー、レビューアーからのコメントに全部答えた、えっと、レベットレターを付けた状態で再投稿しなさいって言われたんですね。なんで、通常のサイクルよりも1回レビューが1回多いんですけど、それ彼が頑張りまして、 最終的には採択されると。結構時間がかかりましたが、そのレビューアーのコメントは全部妥当なコメントだったんで、それを全部取り入れることで非常に原稿がインプルーブされたということになりました。これが誕生秘話ですね。最初からそういう、こういうのを作ろうと思ってたわけじゃないっていう感じです。で、ここからちょっと一次元スコアの例、既存手法の例を示ししたいんですけど、先ほどお伝えしたインシュレーションスコアっていうのはどうやって計算してるかっていうと、基本的にハイシーは 二次元行列からその行列演算を使って何かしらのスコアを計算するんですけど、そんな複雑なことをしてないことが多いです。で、ここでは、こういう対角線上です、ね、のインタラクション、あるゲノム領域について、瓶について、その周辺のインタラクションの平均値を取る。それを Windows をスキャンしながら、スライドしながら、平均値を取っていくと、 タドの内側は、えー、とインタラクションが多いので平均値が高くなりますが、タドとタドの間のこういうところは平均値が低いんでスコアが小さくなります。で、それを瓶ごとにやると、こんな風にタド境界のところだけスコアが下がるっていうものになってまして、なので、このスコアをで、値が減っているところを見つけることでタドの境界が見つけられるでしょうっていうスコアになってます。これ2015年に出た論文ですけど、で、見つかると、見つかるんですけど、一つポイントがあって、えっ、ー、と、この使ってる スクエア、平均値するときのウィンドウサイズが変えることができます。ちっちゃい四角形で平均値すると近距離だけを考慮することになりますけど、大きいスクエアで計算するとより遠距離の相互作用も含めて平均値を取るようになるんで、見てるものが若干変わります。で、それを全部合わしたものをマルチスケールインシュレーションスコアっていうんですけど、これ下の方から下が近距離です。上に行くほど遠距離を評価している状態で、 見てることになるんですけど、例えば、こことかは遠距離だけでインシュレーションしてることになっていますが、それどういうとこかっていうと、タドとタドの間なんだけど、ちょっと相互作用が強いねぐらいの場所が、こ感じですね。だから、ここはと、この大きさで取っても、えっ、ー、と、タド境界にならないんですけど、もっと大きいサイズで取ると、やっぱりないので、インシュレーションされているように見えるようになるというような違いが得られたりして、これ結構面白いスコアですね。 もう一つで、コンパートメントですね。コンパートメントはどうやって計算しているのかっていう話ですけど、先ほど言いました、こういうチェッカーボードパターン、一末模様みたいなパターンがあるっていうお話をしましたけど、これをどう捕まえるかって話ですけど、基本的には、えっ、ー、と、オリジナルの論文ではこういうスコアを使ってます。えっ、ー、と、これがローマトリックスですね。オブザードマトリックスで、で、えっ、ー、と、基本的に遠距離になるほど相互作用が減っていくっていう期待値があるんで、その、 何も立体構造が特別な構造を取っていなければ、こういう相互作用になるでしょうっていう、エクスペクテッドパターンをランダムに対する期待値っていうのがあります。でそれで割り算すると、このような形になって、えっ、ー、と、ランダムよりもたくさんインタラクションが見えている領域っていうのが赤く見えるわけですね。で、このオブザーブドエクスペクテッドの割り算したスコアに対して、ピアソンコリレ,レーションを取ると、えっ、ー、と、コリレ,レーションこのパターンがすごく似ている領域と似てない領域っていうのが、えっ、ー、と、ペア間で分かるようになります。 でこのピアソンコレーションに対してさらに PCA をかける、主成分分析をかけて、ゲノムの領域ごとに主成分分析をかけて、その主成分分析の第一主成分です、第一軸に対してスコアを見ると、このようにゲノム領域ごとに高い領域と低い領域が出てきます。これは第一主成分なんで PC1 と呼ばれますけど、よりわかりやすくするためにコンパートメント PC1 と呼ぶこともありますが、でそれがこの PC1 がその PCA のスコアなんですね。 一つだけ軸使った時のスコアです。で、高い方と低い方で分ければ、このコンパートメントの二つのパターンに分離できるでしょうということなんですけど、これだけだとどっちが A でどっちが B か分からないんですね。コンパートメント A の方がアクティブな領域で、コンパートメント B がインアクティブな領域っていう風になってるんですけど、えっと、マトリックス見るだけではどっちがどっちか分からないんで、ここでは一つアディショナルなステップを使ってて、遺伝子発現とか遺伝子数そのものとかで、 どっちの方、その二つに分けたクラスターのどっちに遺伝子がいっぱいあるかっていうのを計算すると、こっちがコンパートメント A ですっていうのが分かるようになるので、そういう形で一つアディショナルステップが入ってて、で、その上でコンパートメント A と B をスキャンすることができるというようなスコアになっています。この二つ、インシュレーションスコアとこのコンパートメントスコアが一番有名な一次元ベクトルになります。で、あまり有名じゃないベクトルとして、こういうのもあります。クロマチンでコンパクションを見るスコア。これはこのセルの論文で、えっと、 この人たちが自分たちの研究のために新しく提案したスコアということで別に広く使われているわけじゃないんですけど何かに使えるかもということで入れていたりそういうスコアもありますこれはこれもですね非常にシンプルなんですけどあるゲノムビンに対してその周辺3メガ3メガを確かパラメータで変えられたと思いますけど近傍領域です近傍領域のインタラクションの総数に対してより遠距離のインタラクションの総数がどのぐらい割合あるか というのを示していますで。このスコアが高ければ高いということは、この内側があんまり相関してない、えー、と相互作用してないっていう意味になるので、そこはまあギュッと固まってるヘテロクロマチンのようになるときでしょうとで。このスコアが大きいということは、すみません。このスコアはちっちゃいほど、えー、とローカルインタラクションが多いということになるので、その内側でより活発に相互作用があって、まあ、オープンクロマチンのような状態になってるでしょうというものですで。これは立体構造におけるオープンクロマチン的な話でして、 ざっくりと、そのゲノム周辺が、いっぱいインタラクションしているのか、そうじゃない領域なのかっていうのを知ると。で、ノックダウンによって、このデコンパクションのスコアが変わったら、構造が変わったねっていうふうに言いたいっていう意味で使われるスコアです。で、一つは新規スコアですね。新規スコア、これは非常にシンプルなスコアで、イントラタドスコアっていう、<laughs> ワンさんが名付けましたけど、まずタドをコールすると。タドは違うツールでコールしますが、タドごとに、そのタドの内側の 相互作用の値を正規化したマップリード数をカウントします。このあるゲノムサイズに対して、その縦の内側において、えっ、ー、と、インタラクションがどのぐらいあるかっていうのをスコアして、えー、アベレージ取っていくと、このように、高い領域と低い領域に分かれるというようなスコアになります。これは特に強い意志があって作ったスコアでは多分ないと思うんですけど、これ実際に配信に当ててみるとですね、一つ面白いことが分かって、これストライプ構造、 の抽出に利用できることが分かりました。ストライプ構造っていうのは、ここに示すように、これタドがあるんですけど、タドの片方の端にだけに強い相互作用が認められるというような構造、これをストライプと呼びます。つまり、このタド境界領域とタドの内側が強く相互作用しているって意味になるんですけど、そういう領域は、えっと、エンハンースーパーエンハンサーとかに関連していると言われていますで。そのような領域をゲノムワイドに取ってくる手法っていうのはあんまりないんですけど、 このスコアを使うとそういうストライプ領域をゲノムワイドに取ってくることができるじゃないかっていうのが分かって、これは非常に使いやすいスコアになりました。でですね、一番最初に言った僕が思いついた新規スコアっていうのをちょっとだけ紹介したいんですけど、えっ、ー、と、最初に言ったようにいろんな因子をノックダウンして比較解析っていうのをしていたんですね。で、このように見ると、ニックフェール、これはコヒーシンローダーですけど、コヒーシンローダーをノックダウンしたときにこのように非常に強い相互作用の現象が 認められましたこれは5キロベースの領域を見ているので、この一つ一つの領域が多動に相当するんですけどで、多動、つまりここで減っていると見えているのは多動間相互作用になるんですけど、この面白いのは、多動間相互作用の減り方が左右対称じゃなくて、片方ではすごい増えているけど、片方では減っているみたいなパターンを示しているところがいっぱいあるんですね。例えば、ここはコンパートメント A と B。 なので、もしコンパートメント A と B の間、の相互細胞減りましたねっていう話だったら、こっちも減ってるはずなんですよね。でも、こっちは減ってないのに、こっちは減ってる。で、こっちは増えてて、これはどういうことなのかなっていうのが知りたいと。i p ピゲネムに関連してるんじゃないかなという気持ちがありました。特に RNAPOL2、ね、と相関を取ると、POL2 がすごい強く出てる、ハイリーアクティベートリージョンでこういうパターンが見えるので、転、ま、写、あ、に関係あるんじゃないかなというふうに思って、で、こういう領域を捕まえられるスコアは何かないかなっていうふうに、 考えました。左右非対称な、えっ、ー、と、相互作用の変動を示すようなゲノム領液を捕まえる方法ということですね。で、こんな手法を考えました。ディレクショナルレラティブフリークエンシーという名前になっていますが、これも非常にシンプルです。こんなふうに、ここでは、えっ、ー、と、2つのサンプルがありきで、サンプルで割り算したログ比が入力になりますけど、増えている域が赤く見えてて、減っている域が多く見えてるっていう時に、 えっと、あるゲノムンに対して、左側ですね。左側と右側の、そのログ比が増えた減ったという値のアベレージを取ります。アベレージですね。アベレージを取って、そのアベレージを右と左で引き算したときにしますと、この右と左で相互差用の変動パターンが著しく違う場合にのみ、強くこのスコアが変動するということになります。なので、両方で増えている場所っていうのはゼロになるんですね。両方で減っている場所もゼロになりますが、 こっちは増えてるけど、こっちは減ってるみたいなパターンを示すところだけ強く正に触れるか、負に触れるかということになります。それ、例えば試しますと、今これ同じ領域を三角形で示してますけど、ここですね。ここが減っている、こっちは増えてて、こっちは減っているんで、NIPBL のスコアではこれ非常に負にいってます。でコヒーシンでもいってて、マウーっていうも,もう一つのコヘイシンロードでも減ってるけど、それ以外のサンプルでは減ってませんと。こういうパターンは見えませんっていうのが、一、まあ、次元スコアにすると非常にわかりやすく、 特徴を抽出することができる。サンプル間で統計解析とかも使えるようになります。というので、これが僕が思いついたスコアで、これを最初にワンさんに作ってねというふうに、実装してねというふうにお願いしたものになります。彼は、これを、えっ、ー、と、これを H1D の中に入れてくれたんですけど、その中で一つ分かったことです。そういうゲノム領域をいっぱい取ってきて、左が増えているパターンと右が増えているパターンの二つを、それぞれディレクショナルタドと彼を名付けて解析しますと、やはり 遺伝子発現とある程度相関があるらしいという結果になりまして、基本的にこういうパターンを示すときの多動、その多動そのものっていうのは、ハイリーエクプレストジーンがある場所に多い、統計的に多いということになってて、相互作用がもともとのコントロールの方で強いところは、その隣も相互作用が大きい方は強いと。で、何かしらの因子のノックダウンによって相互作用が増える方と減る方があるわけですけど、増える方は 基本的に遺伝子がアップレギュラされて、減る方はダウンレギュラされるっていうパターンがあるというのを示しました。つまり、普通のインタラクション、エンハーサープロモーターインタラクションとかは基本的にタド内で完結するっていう話を最初にしたんですけど、こういうタド間の相互作用というのもある程度、因子のノックダウンで変動してて、それは、えー、と原因か結果かっていうのはわからないんですけど、遺伝子の発現変動とも相関しているらしいというのが、それはディレクショナルであるらしいと。まあ、両方対象ではなくて、どっちかに近づいてどっちかと離れるっていうのはあり得るという話が、 わかるようになりました。はい。これがこの彼の論文で出した結果になります。で、ツールとしては、こんな感じで紹介してまして、PIP でインストールすることができます。えっと、ツールの名前としては長いので AC1D という名前を使っています。入力ファイルは、行列データが一番早いんですけど、.hic とか .cool といういわゆる hic の出力結果を入力にすることもできて、インシュレーションスコアみたいな1サンプル用のスコアと、 さっき紹介した DRF のような2サンプル用のスコアがそれぞれあります。両方計算することができます。で、期待される使い方はですね。どういう目的で使ってほしいかっていうことですけど、一つは、たくさんサンプルがあった時のクラスタリングですね。先ほど、えっと、ストライプが抽出できるって言った IAS なんですけど、これはクラスタリングにも非常に有用だということが論文でわかりまして、いわゆるそのサンプル間の類似度、 どのぐらいサンプルごとに、えー、と立体構造が似ているかっていうのをクラスタリングしたくなることがあると思うんですけど、そのための、えー、とピアソンコロレーション、特別なピアソンコロレーションスコアがあるんですけど、ちょっと原因、理論的原因がちょっとわからないんですけど、IAS はそのスコアよりもより、えー、とレプリケートを近いと判定して、レプリケートじゃない違う細胞子は遠くに判定するっていう成績が良かったという結果が出ています。なので、例えばレプリケートがちゃんとレプリケートとして成立するか、よく似ているかとか、 どの細胞臭、どの最小胞種が立体構造に似ててどれが違うとかを評価したいときに IAS を使うことができます。まあでもこれは理論的根拠がないので今のところ違うスコアでもいいんですけどとにかくある種のスコアを使ってサンプルをクラステリングすることができます。で、これはストライプを使っていますので細胞種で保存されているストライプ領域とセルスペシフィックなストライプとかを抽出することにも使えます。もう一つですね。もう一つはエピギナムとの統合ができると。つまり二次元行列を エピゲノムと統合するの大変なんですけど、一次元行列、一次元ベクトルにすると、エピゲノムの統合が直接的に可能になるので、それを試しました。左の図、ちょっと話がそれますけども、ヒストン就職、たくさんのヒストン就職を使って、クロマチン状態、エンハンサーとかプロモーターとか定義するクロマチン状態推定という手法がチップセック界隈ではメジャーなんですけど、ここにヒストン就職プラス、この H1D から得られた一次元ベクトルを追加すると、 立体構造情報を加味したようなクロマチン状態が推定できるんじゃないかというのを試しました。で、やってみると結構結果が面白くてですね、えっと、コンパートメント A がアクティブで B がインアクティブって言われてるんですけど、コンパートメント B なのにハイリーアクティブな領域っていうのが見つかったりとかですね、もしくは、えっと、ストロングエンハンサー領域っていうのがこっちで見つかるんですけど、それに対してたくさんのループを持っているエンハンサーとあまりループを持っていないエンハンサーというような違う2つのクラスが見つかるということがわかりまして、 こういう立体構造を加味したクルマチン状態の推定にも使えるので、ぜひ使ってほしいというふうに思っています。で、えっと、ちょっと宣伝になりますけど、最近こういうスプリングのプロトコルの本を出しましたで。その中にワンさんにお願いして、このエピゲノムを加味したり、立体構造情報を加味したエピゲノムのクルマチン情報推定についてプロトコルを書いてもらったので、赤でオ,オープンアクセスじゃないんですけど、もし興味があったら見てみてください。 最後です。えっと、最後、スライド4枚ぐらいで PyPy についてちょっと紹介しますが、えっと、バイオコンダクターとかとは比べると、バイオコンダクターはチェック機構が非常に厳しくて大変だというお話が、えっと、こちらでもたくさんありましたけども、PyPy はチェック機能ないのですごく簡単です。普通にアップできて、えっと、PyPy のアップロードで困ることってのはあんまりないと思うんですけど、一応いくつかポイントがあるので紹介します。ま,あ、まずアカウントを発行する必要があって、アップロードするときにはそのアカウントとパスワードが必要ではあると。 で、えっ、ー、と、この2つのツールを PIP でインストールすると、いつでもアップロードできるようになるんですけど、アップロードする際にバージョンを付けることが必須になっています。ここでは H1D が0.2.10になってますけど、同じバージョンで再度アップロードするっていうのができないことになっていますので、アップロード試してみて、ちょっとバグがあったから、もう一回ちょっと出し直そうとかやってるうちに、バージョンがどん,どんどんどん上がっていってしまうっていうことが起きます。なので、それを防ぐために、 テスト用の PyPy っていうサイトが別にあります。なので、えっと、試す、PIP のインストールがうまくいくかというようなテストはこちらでアップロードして、最終的に全部うまくいったという時に PyPy を使うというのが基本コンセプトになります。で、必要なファイルですけど、一つは公開したいプログラムですね。で、もう一つは i ニット Py っていうのが必要になります。この下に示してますけど、例えばバージョン情報とかツールの名前とか、<laughs> ヘルプに出てくるようなものを 書いたファイルを別途用意するる必要があるともう一つは、セットアップパイっていう、こういうファイルが必要でして、ここに公開するプログラムの名前が何であるかとか、それに必要な他のパッケージは何で、そのバージョンはいくつであるかっていうようなことを書く場所、セットアップパイというのがあります。なので、これが一番大事になるんですけど、パッケージがもし複数、ここでは H1D しかないですけど、もし複数あれば、ここにコンマ区形でたくさんつないでいくことで、複数のツールを公開することもできます。で、ここに、 インストールリ requires の変数に入れられたツールは、えっ、ー、と、pip でインストールするときに同時にインストールされるんですけど、そこでバージョンを指定すると、そのバージョン以外はインストールしないことになります。なので、例えば Python の3.7以上が必要だとかいうときには、ここにプラスで大なり3.7と書くと、そのようになります。これは基本ですね。ここでは例えば Python の3って書いてあるんで、Python2 では動きませんよということを保証してますけど、Python のバージョンについてはここでは記載してないんで、どれでも良いという感じになっています。 で実際のアップロードの方法は、この Python s e t u p p y でコマンド実行すると、えっと、必要なアップロードに必要なファイルが自動的に生成されて、Twine を使うとアップロードができると。RestPyPy パイパイにアップロードするときはこういうふうになりまして、それぞれ別のバージョン情報になりますので、これバージ同時にやらずに、s e t u p p y の中のバージョン情報を切り替えながらそれぞれにアップロードするという作業が必要になります。でその後、PIP でダウンロードできることを確認するんですけど、 テストパイパイにアプローチした場合には、このオプションが必要になります。普通のパイパイの場合はこれなしで大丈夫です。pip install h1d でインストールされることになります。で、一つ大事な点ですね。依存関係があるパッケージということなんですけど、Python、これバイオコンダクトで止まってるのかなちょっとお聞きしたいんですけど、Python の場合は結構、 よくアップデートされます。Python のバージョンどん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 上がっていきますし、メジャーなライブラリもどんどん上がっていくんですけど、その際に広報互換性はあまり考慮していなくて、えっ、ー、と、Python 3.8に存在してた関数が3.9で消えているというようなことがまま発生します。なので、例えばさっき Python 3.7以上なら大丈夫ですよ、みたいなことにすると、バージョンがどんどん、こう、年月が経ってですね、バージョンが上がってきたときに、何も変えてないのに、ツールとしては何も変えてないのに、 えっと最新の Python が入るせいでエラーになるってことが多発します。結構よく起きるので、えっと、加減だけじゃなくて、バージョンの上限を指定することも結構大事になるかなというふうに思いますが、一方で、バージョン管理をものすごく厳しくしてしまうと、そのバージョンが他の違うパッケージと食い違う場合にコンフリクトが起きたのでインストールできませんってエラーで終わってしまうので、えっと、非常に厳しくバージョンを指定してしまうと、どのツールとインストール一緒にしようとしてもコンフリクトが起きる。 非常にインストールしづらいツールになってしまいます。だからこの二つのポイントを考慮しながらバージョン管理するのは結構大変なんですけど、まあ、いずれにしてもバージョン管理は必要になるだろうと思います。でですね、まあ、それ一つのソリューションとしては、依存関係があるパッケージはできるだけ少なくした方がよくて、例えばインシュレーションスコアをインストール、計算するようなツール、既存ツールってのはいくつもあるんで、まあ、普通車輪の再発明をしない。 という発想でいくと、そのパッケージをインクルードして自分では実装しないというのが基本になると思うんですけども、そのパッケージ、依存関係のあるパッケージの、えー、とバージョン管理がめちゃくちゃ厳しかったりすると、結局その自分のツールも、えー、と非常にインストールしづらいツールということになってしまうので、そういうややこしいツールはできるだけ入れないというのが基本になります。なので、えーと、すごくさっきお見せしたように、この1次元スコアって解散がすごく簡単なので、 外部のツールをそのためだけにインポートするよりは自分で実装してしまった方がそういうエラーが起きにくいバージョンアップでもエラーが起きにくいような頑健なツールになるんじゃないかなと僕は個人的には思っています。なので必ずしも車輪開発、再開発してはいけないというわけではないというのが Python の方針になるんじゃないかなと思います。どうしてもたくさんの依存関係があってインストールがすごく難しいツールになってしまう場合は ReadMe でこれはツールが依存関係が多いので仮想関係を使ってくださいと バーチャルエンバイラメントを使ってくださいと推奨してしまうか、そういうツールはいっぱいあるんですけど、もしくは Docker などで環境そのものを登録してしまう。うすると、どんなにエラーが起きますよってイシューが経っても、少なくとも Docker 上で動きますよって返事ができるようになるんで、まあ、たくさんツールを管理している人にとっては、少なくとも Docker では動きますっていうエクスキューズを用意しておくのは大事かなというふうに思います。はい、すいません。長くなってしまいましたけれども、これがまとめです。今日は H1DMetrix について、 ご紹介しましまたもし他にもいろんなつ、えー、とスコアがあって、それ作使う、スコアが使えるようになったら嬉しいみたいなアイディアがありましたら、ぜひご相談ください。はい、発表は以上になります。あ,加藤先生ありがとうございました。えー、と参加者の方から何か、えー、質問やコメントなどありましたら、お願いします。はい、質問させていただきたいことはあるんですか聞こえています、はい、でしょうかはい。 えとですね、11枚目のスライドで、はい、あのワンさんがあの頑張られたことっていうので、はいはい、ソフトウェアの改善みたいなものを、もし要求されたのであれば、はいはい、こういう要求があって、こんな感じでワンさんが頑張られたのですっていうような話をお教えいただきたいんですが、はい、ありますでしょうか。はい、ちょっとありがとうございます。えっと 確かにありました。えっと、詳細はちょっと覚えてないというのが正直のあれなんですけども、基本的には、えっと、リードメイをちゃんと作りなさいですとか、えっと、バージョン、必要なバージョンですね。その Python がどのぐらいのバージョンで動くのかとか、テストしたバージョンをちゃんと明記しなさいとか、そういうユーティリティ周りですね。リードメイとマニュアルをちゃんと作りなさいっていうのが多かったと思います。あとは、えっと、ツールのデザインといいますか、 わかりにくいと。作りが、そのいろんなスコアを作るんで、そ,れでそのスコアそれぞれにまた違うパラメーターがあって、そのパラメーターの名前が統一されてなかったりすると、これとこれは同じなのかみたいな、こうごちゃごちゃしてしまうんで、それをもうちょっと一元化しないと使えないよみたいな、なんかそのユーザーとしてのイシューみたいな感じのコメントが多かったように思います。でそれらを全部取り入れて、確かに、こう、一目でわかるようなツールになっていったなという印象があります。そういう感じです。 ありがとうございます。以上に参考になりました。ありがとうございます。あ、質問よろしいでしょうか？はい。ああの愛知県がんセンターの武藤と申します。あの昨日、あのキックオフ会議ありがとうございました。あはい、どうもありがとうございます。えっと、あの質問としてはですねあの。あの、ゲノムのその構造の時系列的な変化に関して、例えばのあのご説明の後ストライプの構造や。あるいはディレクショナルな。な 最初の構造がこう時系列的にはい、はい、例えばストライプが伸びていくとかそういったようなものっていうのは,はい、はい、例えば観察されたりとか先行研究で何か報告されていたりとかそういうところは実際の観察としてそういうのが見えたかという意味でう、ね、そうですね時系列データでストライプが伸びていくようなものが取れたれなるほどそれはすごく面白いポイントで、はい、えとお答え我々の えっと、解析した人で、主に人でやってるんですけど、人でやってる限りにおいては、えっ、ー、と、時系列に沿ってだんだん伸びていくというようなパターンはあんまりないですね。なくて、あるのは、えっ、ー、と、この図で示しているように、えっ、ー、と、時系列に沿ってずっと存在しているようなストライプか、あるタイヤポイントだけで出てくるストライプかというようなパターンは見えるんですけど、えっ、ー、と、ストライプ自体が短かったり伸びたりっていうことは、普通の状況ではあんまりない。 ですただし、えっ、ー、と、先ほどお伝えしたコヒイシーンのアンローダーのワップルっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、コヒイシーンのアンローダーを潰すと、波動、はい、自体が大きくなっていくんですね。はい。これはループエクスロージョンモデルっていうのがあるんですけども、波動が大きくなるので、それに従ってストライプが伸びるということはあります。はい、つまり、特定の因子を潰した普通ではない状況において伸びるということは観察されています。あ、なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。スーパーエンハンサーが、えー 結合すると、そのストライプができるっていうところが。はあまりイメージができてなかったんですけど、はい、その、ハブみたいになってるっていことですかその。ハブ、そうですね。ハブとちょっと違うんですけど、えっ、ー、と、よく使われるモデルとしては、今ここにストライプがあるとすますよね。で、はい、ストライプの根元がただのバウンダリーになってるんですけど、ここに遺伝子があります。で、はい、このただの内側にスーパーエンハンサーがあって、 エンハンサー領域がいっぱいあると。で、そのたくさんあるエンハンサーが全部この遺伝子に相互作用しているとすると、あ<ー> 1>, 1対ターンのインタラクションになるんで、それがこういうふうに見えるでしょうというイメージですね。なるほど。あの、その三角形の色が濃いところ全部がスーパーエンハンサーね。そうですね。そのそれぞれのエンハンサー領域を示しているというイメージです。実際にはそうじゃない領域もいっぱいあるんで、なかなかあれですけど、えー、とよく使われるモデルはそういう感じです。 あ、わかりました。この、えっ、ー、と、なんかいろいろなスコアが出てきたと思うんですけど、はい。この、なんかいろいろ解析の目的に応じて、どのスコアがいいみたいな、なんかガイドラインみたいなものって、ますかそうですね。えっとですね、一つ難しいところはですね、立体構造を それぞれの立体構造が何を表しているのかが自明ではないというところがあるんですね。多動とかは、ここで見えている三角形を見ているんだなというのもわかるんで、多動を抽出するスコアですっていうのはみんなうんってわかると思うんですが、先ほど言ったクロマチンコンパクションとかですね、こういうのは、結局その値が変動したっていうのがゲノムがどう変動したのか、実際のゲノムの構造がどう変わったのかっていうのは、ある意味想像するしかないので、このスコア自体がどういうものを表しているかというのがわかりにくい。 とといいうののが立体構造のちょっと難しいところですなので、ストライプに関しても、えっと、まあストライプを取る場所、ストライプを取るようなスコアということでまあ使ってはいますけど、違うところも捕まえる可能性があるかもしれないとか、そういうですね、何て言うんですかね、三次元構造を解析していると、スコア、得られたスコアが、スコアとしては得られるんですけど、で変動しているというのも得られるんですけど、それが実際ゲノムではどうなってるんですかというところに、こうトランスレートしにくいというところが、 ありまして、そこは結構厳しいかな。まあ、だからここで今示しているように、波動の解析したい人はこれで、コンパートメントはこれで、ストライプはこれで、というのは、えー、とガイドラインというか、まあ、指示ができるんですけど、実際そこで見えているものが何かというのは結構難しい、説明が難しいこともあります。まあなんか、せっかくその1次元になったので、他のミックスと比較すれば何かしら意味が。 分か,るかもしれないなとかもしれない、そうですね。だから他のオミクスと比較して、例えばそういう領域はハイリーアクティブジーンが多いとか、オープンになっているとか、まあ、そういう情報と合わせつつ、合わせつつ、結局最終的にこのスコアは何を表しているのかっていうのを、まあ、考えていくみたいな感じになります。なると思います。あの、コンタクトマップそのものよりも、こういう一元のスコアにした方が、他のオミクスとの相性もいいと思いますし。 そのなんか公共データベースの廃止を、一度このツールで全部こうスコア化してしまって、二次データベース化して、う他のデータベースと統合みたいな方向にもいくのかなと思ったんですけど。はいはい、そうですね、需要,需要があればという感じですけど。需要があれば作るのはとても面白いと思います。 統合化推進プログラムみたいな話ともなんか相性がいいんじゃないかなと思いました。はい、確かに、確かにそうですね。そういう、なんか公開する場があれば、なんかいい方法があれば、配信データだけ出してもあんまりいいかなと思うので、他のエピケナムとかと合わせられるといいかもしれない。ああ、そういうことであれば、あのチップアトラスとか、すごいや、ね。チップアトラスに配信が入ればという感じでしょうか。 そうですね。すごい相性がいいんじゃないかなと今思いました。はい。ありがとうございます。け、うん。ちょっと考えてみます。開発、ツール開発のところで、はい、Python がバージョンの指定の仕方が難しいみたいなはいところで、あはい c o、はい、コンダクターはどうしてるのかっていう話があったと思うんですけど、そうですね。えっと、えっと Py その中で使っているライブラリ自体のバージョンが上がっていくことで、はい、ツールとして何も変えてないのにエラーが起きるようになるということはないのか、あるいはそこがものすごく厳しくバージョンを指定しているのだろうかという質問です。あそうですね。えー、ちょっと C, C ランクランの方は分かんないんですけど、バイオコンダクターは、えー、デイリデービルドシステムというものがありまして、 あのバイオコンダクター上にあるパッケージが、えっ、ー、と、毎日こう動くか、えっ、ー、と、テ<あ>ストが走ってるんですよ。はい。これで動かなくなると開発者に連絡が行くようになってるので、ああここで多分動くようになってるのかなと思いますね。まあ、でもだからその Python だと、えっ、ー、と、この 指定されているライブラリのバージョンが食い違うと同じツー2つのツールがインストールできないバージョンコンフリクトですっていうことになるんですけど、はい、バイオコンダクターでそういうのを見たことがあんまりなくて。あそうです。効かなくな連絡行っちゃうんであどう、どうぞ西田さん。それに関してなんですけどあの、バイオコンダクターは、バイオコンダクター自体のバージョンというのが半年ごとに更新されることになってまして、はい、<ー>その 1>, 1個前のバイオコンダクターのバージョンだったら、このインストールリクエストに相当するものが、うん、あの、その前のバイオコンダクターのリリースのものしかインストールされないっていうようになっておりまして、そこでそのバージョンの。なるほど。確かに。バイオコンダクターのバージョンがありますね。なるほど。はい。で、しかもその各バージョンの中でアップデートが された場合にでも、先ほど、あの、つえささんがおっしゃった、その、デイリービルドシステムみたいなのがありまして、その、あるバイオコンダクターのバージョンの中で何か変化が起こったときに、何かの食い違いでうまく動かなくなったよとかっていうのが、演出される仕組みになっているため、中戸さんの懸念が解決されているというような感じになっております。うん。 そう,ですね、うん。AD ビルドシステムもそうだし、バイオコンダクターのバージョンもあるし、あとなんか、ドッカー化も頑張ってますよね、バイオコンダクターは。うんで、まあ、最悪、そのドッカーのほうを使ってもらえば、動くツールは手に入るっていう、そういうことかなとは思います、はい、たまになんか、クラウンからパッケージが突然消えてることがあるじゃないですか。 ああ、はい。それのせいでやっぱライブラリないですってエラーになることはあると思う。はい。ですけど、そういう時はどうするんですかこういう場合は、やっぱり、デイリービードシステムでエラーになるので、えっ、ー、と、その、シランの依存パッケージに入れてしまったパッケージは何かしら対応が必要ですし、 うん、っていう感じですかね。それはすぐに対応しないとダメなんですかあ、まあ、まあ、リリース版と開発者版っていうのがなんか二つ走ってまして。えっ、ー、と、バイオコンダクターの次のバージョンの パッケージたちは開発者版、ディベロッパー版なんですけど、今現在の最新バイオコンダクターのパッケージがリリース版っていうやつで、リリース版はあの動かなくなったら大変なので、即時対応してくださいみたいな感じですね。開発者版はその半年後にその開発者版が リリース版に切り替わるので、そのタイミングまでは待ってくれると思います。なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。ちょっとアルトパイソンはだいぶ方針が違いますね。そうですね。パイソンは本当にもう好きにしてくれみたいな感じで、誰も管理してない。そうですね。ではないかと思います。そ,す <laughs> その分、アップロードというか、公開する ハードルはすごく低くていいと思うんですけど、ツール間でコンフリクトが起きやすいので、いろんなツールをいっぱいインストールしようとするととんでもないことになるってことがよくあります。